リンウェルの両親ってどんな人たちだったんだ？優しかったよ。厳しい時もあったけど、でも魔法のことだけは違ったな。それのせいで隠れて暮らさなきゃならないのに、どうして辛い思いして学ばなきゃならないのかってしょっちゅうそれで喧嘩してた。でもこんなことになるならもっと真面目に勉強しとけばよかったかも。ローは？似たようなもんさ。生き抜くために鍛えろだなんだ、随分しごかれたっけな。親父よりレナの方がマシだなんて思ったこともあったくらいだけど、おかげで今こうして生きてられてる。一緒だね。まあ初めて会った時、俺が親父にぶちかまそうとしたのを止めたよな。隠してた魔法を使って。なんでだったんだ？多分どこかお父さんと同じものを感じたからだと思う。親父に？お前の親父さん俺の親父みたいだったのか？違うよ、全然違う。でもなんて言えばいいのかな、似てた。そっか、よくわからねえけど悪い気はしないな。うん。